おいしいマルシェ株式会社の代表の渋谷です。よろしくお願いします。で、26歳の時に所沢で自分でお店を始めたんですけども、オープン当初なんですけど、やはりそのフランス料理、イタリアンとかフランス料理のお店をやってて、ただやっぱりそのフランス料理はすごく好きで、皆さんに喜んでいただける料理だとは思うんですけども、やはりその使っている食材に関してやはりそのちょっと違和感を持つようになりまして、やはり所沢ってこうやってやっぱり緑が多くて食材も豊富で、やはりそのなんていうのかな、わざわざ海外から物なんか買ってこなくても美味しいものが作れるのに、なんでかやっぱりフランス料理やってるとやっぱりフランスから物買ってきて、ね、作ってやっぱりね、高級で喜んでもらえるんだけど、もっとなんか新鮮でいいものがあるんじゃないかなって、それでやっぱり地元のものにちょっと目を向けた時に、やはりその野菜なんかすごい新鮮で美味しいし、やはり牛も豚も卵もやっぱり所沢で取れるし、そういったものをもっと使うようなスタイルにちょっと変えていきたいなと思い始めたのが、オープンして2年目ぐらいかな、その地元の農家の方とお付き合いするようになって、そういったところで直にやっぱり野菜に触れて、野菜の良さを知って、所沢の良さを知って、徐々にやっぱりその地産地消、やっぱり地域のものを使って地域のお客様に還元したいという思いが強くなっていった中で、やはりそのよりもっとその美味しいものを出すんだけども、美味しいものの中にもその何が大事なのかっていった時に、やっぱり自分なりに考えた時にやっぱりフランス料理じゃないんだなっていう、やっぱり人に喜んでもらえる料理、所沢、僕なんかも所沢出身なので、やっぱり所沢に対する思いが強いので、やっぱり所沢をテーマにした地産地消の料理を提供できるようにしていきたいと思ってました。それでやっぱりそのフランス料理をやめて、その今から2年前に航空公園のエコトコファーマーズカフェ、これ完全にもうカフェのスタイル、フランス料理はほとんどやってないんですけども、ただ内容のね、根本になるところは一緒なんですけど、やはりそのよりお客様に、多くのお客様に喜んでいただくために、やはりその公園のそういったところで地元のものを食べていただけるようなそのお店が作りたかったっていうところなんで、そこから今ここ2年後になるんですけども、今このミューズっていう施設の中にその複合カフェ、いろんな地域の方々が支えるようなスタイル、食もそうなんですけども、ここ文化センターっていうところなので、お茶の文化だったりとか、そういった養豚の文化、その野菜作りの文化、そういったものを感じていただけるようなカフェをちょっと作りたいな、それができたのがここが、彩りっていうカフェ、7月16日なんですけども、簡単に言うとその本当にいろんな方が来ていただいた時に気軽に楽しめるんだけども、所沢をちょっと感じていただけるような、地元の良さを知っていただけるような、そういったカフェっていうところがコンセプトになっています。あとはここに併設した施設で、その響きというレストランもあるんですけども、こちらの方は所沢ビールの吉村さんと、うずらの元木さんと一緒にやってるんですけども、一応共同でうちが代表で出店ということで、所沢の3社で一応運営しているという形で、やはりそこに関してもやはりコンセプトは同じ、地産地消で地元の方にやっぱりなるべくその地元の良さを知っていただけるようなっていうところで、響き、音楽の施設なので、やっぱり音とやっぱりその所沢の食材とか所沢の文化が響くような料理を出したいという思いを持って、そのミューズレストラン響き、あるいは、農家の人が一生懸命やっぱりね、土耕して作って、それを一生懸命加工する人がいて、一生懸命作ったものがやっぱりその消費者に届く、そういったものがこれからのレストランに求められるものじゃないかなと思ってまして、やはりそこに人の思いが乗るような、一生懸命作ってると思いますよ、みんな。だけどやっぱりその地域でやっぱり分かりやすくしていくために、やっぱり顔の見える人がやっぱり作って、顔の見える人が食べて、でそれで完結するような食、そういったものを今後やっぱりうちとしては目指してやっていきたいと思っているところです。なんですかね、地域のことで今言えば、そのマーケット、エコトコファーマーズマーケットみたいな農家の人のそのマーケットをやってたりですとか、今年はソラバルっていうそのマチバルの方も、今年一個委員長でやらせていただいてまして、町にどれだけやっぱりそういった魅力を個人のお店が頑張ってるんだっていうところを伝えるところもやっぱり必要だなと思ってまして、やっぱりいくら美味しくてもやっぱりそれを知っていただかないとまずいけないのかなっていう、やっぱり自己満足で終わるんでなく、それがやっぱり町として結果に残るような、
やり方、やっぱりそういった努力をやっぱりもちろん美味しいものを作るんだけど、やっぱりそれがやっぱり継続できるようなスタイルでどういうふうにしていただくか、まあ、そういったところもやはりそのやっぱりなんていうのかな、自分でやっぱりお店をやってる中でその自己満足になっちゃうとこかってあると思うんですよ。自分の美味しいものを作ってると、で自分で食べて美味しいとやっぱり満足するじゃないですか。そうじゃなくてやっぱりね、より多くの人に満足していただけるためにやっぱりどういった食を提供していくべきか考えた時に、うちのできることはやはりそこの地産地消で、例えばまあその町張りやるのもそうだし、マーケットやるのもそうだし、といったたまたまな活動もやっぱり同じところにつながっていくように、やっぱりそこがやっぱり地産地消につながるようなその取り組み、やっぱりその感謝する気持ちってすごい大事で、一日ほらやっぱり3食食べるじゃないですか。3食食べるの中でやっぱりその感謝できるものを食べてほしいなと思うんです、やっぱり作り手に。でそうするとやっぱりありがたいと思うんです、食べれることに。やっぱりこういう陽子さんがいたりとかいることによってやっぱりその食べられるんだなとか思って、やっぱりみんなあり、ね、いただきますっていうのもやっぱりそのいただくって誰に対していただくかで、やっぱりその作り手さんに対してもそうだし、食べ物もやっぱりこうやって、ね、生命だから結局ねその摂取してるわけで、やっぱりね切ってるわけで、やっぱりそういったものに対してもありがたいと思っていただくことによって、やっぱりその食べることが意識が変わってくると思うんですよね。でもそういった人たちが町に多い町っていうのは多分平和な町じゃないかなと思ってて、で多分そうですね、うん、だから確かに今ねありがたい、なかなかその捨ててしまう人も多いんですよ、食べ残すも多いし、やっぱり一生懸命こういうふうに人たちが作ってるものだと多分食べ残してなくなるんですよ、おそらく、うん、野菜嫌いなことが多いですもんね、うん、でも多分ね嫌いじゃなくなるんです、うん、そうですね、知ると作り手とかを、でしかもこうやって自分たちで作っちゃったりとかねすることによってね、あそれだったら食べるって絶対多分8割9割野菜嫌いの子は多分解消されますこれ。でいろんなやり方あるけど、まあこれが一つ町の中で大きな軸になっていくと、ところがやっぱりそのねその近郊都市で利便性も高いけども、こういうふうに緑も豊かで食もあって人たちともつながっていて、そうするとやっぱり多分ねやっぱりママさんとかそういったところで子育てしたいんじゃないのかなって思うんですよね。都内のコンクリートジャングルでもなく、すごい田舎でね何もないところで車で行かないと買い物できないところでもなく、ある程度利便性もあるけども緑があって人たちがつながっている、まあ、こういった食を中心にね、僕はやっぱり食しかできないと思ってるんで食でやっぱりやろうとは思ってるんですけど、そういったことを一つ一つやっていくことがその町としての魅力の向上につながっていくんじゃないかなとは。